これがブーザーのバイクと。で、これに乗っちゃうと、すぐファストトラベル、ムービーが入ります。まあ、ちょっとやってみましょう。いいもん持ってきたぞ。はい、いきなりここに飛びますね。別の場所です。いきなりブーザーのとこにワープしてさせてくれます、ムービーで。マジかよ。で、まあ、ブーザーがありがとうって乗るんだけど、お前のためだけじゃない。本当、ありがとうよ。なあ、昔みてえに。まあ、とりあえずこれは飛ばしますね。で、まあ、こうなって、バイクここにあると。何人か雇って、あんたのバイクを運んできてくれたよ。メカニックのとこにある。で、俺のバイクも、なんか、その、アディって人が取ってきてくれたと。で、ミッション完了。で、一応、また戻ってみましょう。さっきの場所に。はい、来ました。戻ってきました。まあ、もちろん、バイク届けたので、ここにはもうバイクがなくなってると。よし。複製します。はい。さっきの状態に戻ってますね。ブーザーのバイクはここにあります。で、先ほど同様に、乗ります。乗ると無条件で暗転して、まあ、さっきの状態になるので。いいもん持ってはい、来ましたね。おい、嘘だろ。俺のバイク取ってきたのか。コープランドに回収されるのも嫌だしな。まあ、ムービーは関係ない。飛ばします。で、この後、リッキーから無線が来るよね。リコ、雇って、あんたのバイクを運んできてくれたよ。メカニックのとこにある。じゃあね。あ、来た。とりあえずこれブーザーのバイクです。ニトロブースターついてません。まあ結局本当に2つになってるのか確かめるためブーザーのところに行きましょう。いえ、ブーザーのバイク複製できてますね。このように、まあまあ複製できてますよね。わっ、一応あそこにも耐久力と出てるんですけど、ちょっと頑張って、でボッコボコに打ってみる。ちょっとなんかすげえリングみたいなのいっぱい出てんだけど。ああ、なんかね、無敵な気がするこのバイク。全く減らねえわ、この耐久力が。すげえ燃料の容量。燃料なくなんのかな、このバイク。あ、燃料切れか、これ。うわ、燃料切れだ。こんなところで。さすがに燃料という概念はあるっぽいですね。ただ無敵です。ちょっと待って。終了のお知らせだ。燃料入れられねえ、この。この、丸がまず出ないんだ。いや、どう頑張っても丸出ないわ。まあ、うちのね、これ主人公のバイクなんですけど、丸とか出るので。やっとだ。いや、一体ブーザー、あの、何？ブーザー燃料補給しないってこと？
ザーの、いや、ガソリン OK しようとしたらもう一回やってみよう。ちょっとえ